皆さんこんにちは、キムリンオーディオです。あ、オーナーさん、はい、オーナーさん YouTube やってるんですよね。はい、一応やってます。チャンネル名何でしたかね。確か室井坂かな、自分でもちゃんと覚えてないですけど確かそんなのです。あ、チャンネル名は室井坂、はい、チャンネルで、はい、YouTube。 すいません、ありがとうございます、はい、で、これホイール、これホイール、今回の新しいホイールですね。これどこのメーカーなんですか。メーカー、はい、メーカーはこれブリヂストンでしたっけ。そうなんですか。でタイヤは、タイヤはデリッツァですね。デリッツァですから、はい、これあダンロップですよね、はい、ダンロップ。はい、サイズはこれは175の60の14インチ。はい、あ、皆さん大変長らくお待たせいたしました、キムリンオーディオです。ワークスくんです。ワークスくんに14インチですか。はい、あ、なるほど。そして175/60R14 というタイヤで、これ鉄板ホイール風に見える、これ結構軽量ホイールなんですよね。そうですね、はい、測ったら5キロ以内だったんで全然軽い方ですね。普通のアルミホイールより軽いスチールホイール、はい、一応これレイズさんというホイールナットがついてますね。はい、なるほど。はい、まあ、ちょっと佇まいこんな感じです。こんな感じですね。ちょっとステアリングをちょっとあえてこう切ってちょっとこうアピールしてるところがありますが、こんな感じで、わあ、ちょっとこれちょっと、はい、これ車高はやんちゃしてるんで、あ、当たってるね、これ、はい、削れてます。あ、そっか、これ樹脂だから、はい、あ、大丈夫です。そのままほたってればこう樹脂なんてこっちが削れていきますから、はい、はい、あ、これつくんですか。これつきますね。そうそう、取っ払ってるんで、ドアが。そっかそっか、はい、ここの見る、取るために、あ、そうですね。あ、ここで OK と、はい、あ、ということでちょっといろいろと、あ、モンスター、このエンブレムだけ欲しいんですけどダメですダメですと言われました。はい、過去に僕ねこの車紹介したことがあるんです。ね、あとでちょっと内装もそうなんですが、もうギアもう大胆にこんな感じでもう切り落とされてですね、しかもこういったテールランプになってて、おっと、お待たせいたしました、このようなソリオ君の流用というか、ちょっとこれ見たい直接、はい、お、これはミラクルクロスバーです。はい、そうです。これ市販されてるんですか。ですね、これワークス用で、はい、はあ、こんな感じでなるほど。というかドアの内張りがない。はい、室井さんがよくサーキット走ってますよね。はい、はい、動画でよくサーキットので走行動画を上げてらっしゃる、YouTube やられてる室井さんでありますが、こういったありがとうございます。はい、あ、これセンサー取れてますよ。これセンサーらしい、最近よく取れるんで、ああ、走行中の振動でですね、はい、そのままにしてます。ああ、これ何のセンサーだったかな。あのリモコンです。あ、リ、あ、そうですか。あ、なるほど。はい、ただ取ろうかなと思って。ああ、なるほど。ちょっとあと、はい、じゃあもう転がしておきます。内側を剥がすとこんな感じになってるんですね。これからワークスくんの内装を剥がしたいと思われる方、またサスペンションを交換しようと思われる方、こういった構造になっているというのもついて、おっと、これなんですか。構造、はい、構造用、はい、入れてます。中にこれ構造用接着剤、中に全部入れてます。構造用接着剤を使ってこの辺を補強しております。はい、まあ、こんな感じで、ハーネスはこんな感じなんですね。これ燃料のこれフューエルポンプでしょうかね。はい、ということで、お、ちょっとすみません、僕オーディオマニアですね。あのスピーカーはもう死んでます。あ、死んでるんですか。あ、こう右見てもらえばわかるんですけど、折れてもうセンターのあらららら、あらららららら、ハイヤ運ぶんで、ああなるほど、といった内装でこういったクロスバーがついております。これやっぱボディ強度って全然変わります。違いますね、これでも動くんで。はあ、すごいですね。やっぱりワークスはこう開口部が大きいからこその、まあ、ここが弱点と。確かワークスくんってこの部分をスポット増しで、ノーマルより、そうですね、ノーマルよりちょっと増ししてるね。おっと、こんな隙間ありましたっけ。この隙間はワークスの弱点ですね。ここから水落ちてくるんで。ああ、なるほど。これスポット増しすごいしてますね。あ、ここがワークスくんと普通のモデルの違いっていうところですね。ここスポット増し。あ、これがスポット増しの
部分というと、うん、まあ全体的に、はい、あともう全できるならこれ全部こうしてほしかったですね。こう、ここをずっと一周スポット増しが入れば、かなり、剛性もあるのと、構造用接着剤をもうここで、多用すると、はい、もうこれがいらなかったかもしれないっていう、そういった、内容でありますが、はい、まあ一応ね、ここもこれだけ気持ちよくちょっとこうカットしてると、パラシュート効果なんかもう全くの皆無でしょうね。はい、ね、はい、いや素晴らしい。ここのカーブなんかこれ熱で曲げたんですか。そうですね、熱で曲げてしてます、うん、こんな感じです。はい、はい、どれぐらいの時間かかりましたか。どれぐらいですか。これここ加工、加工は切断して接着で、まあでも3時間4時間はかかってます。ですよね。はい、はい、工数にいたしますと、どれぐらいだろう。まあ2万円ぐらいというところでしょうか。はい、ありがとうございます。これドア、これ普通のアルトバンのドアでしたかね。そうですね、はい、だから全部レスです。だから ここの部分もレスですし、ワイパーもついてないということで、もう特別に、普通のアルトバンのです、ね、だから塗装がちょっと普通のシルバーと色がちょっと違うんですよね。あ、なるほどね。ワークスシルバーと通常のシルバー、はい、あー、ここでまで軽量化。もうどうせワイパー外すんであればもうアルト F でしたか ね、 ねアルトバンの、もう何もついていないといったものを入れた方がいいんじゃないかというオーナーさんのこだわりのリアゲートでありました。はい、それではちょっとオーナーさん、ちょっと後ろのドアちょっと開けてみていい。はい、おお、ちょっといい音しますけど、もしかしてあのサーキットでもうボディやつれてきたってことですかね。はい、ますね。ああ、このスピーカーはこれカロッツェリアですか。あ、カロッツェリアですね。はい、もうこんな感じで、なるほど。これ下の方、アンダーの方は補強とかなんか入れてるんですか。いや、まだ入れてないですね。あ、これは、あ、これリアシートの部分にこうやって、ね、これ大丈夫なんですかね。まあ公式じゃなければそれでいいはずなんで、公式だとそれだとまずいですけど。あ、カメラはこれ、はい、キャノンイオスのこれ 何番ですか。キャノンイオス、はい、僕もあの一応一眼レフでニコンを持ってるんですが、はい、屋根、まあないですね。屋根は、あ、なるほど、屋根剥がしたらこんなになってるんですね。これもともとこれ入ってるんですか、こうやって。それは最初から入ってるやつ。あ、補強は、こういう補強が入ってるんですね。一応入ってますね。で、これはあのアメリカのナスカーのような、これ安全ネットですかね。セーフティーネット、窓開けるのに必要なんで、どうして。ああ、なるほど、そういったものも。あ、これメーカースパルコさんなんですね。ああ。ということで、ちょっとこっからちょっと内装がなんかちょっと、まあ、こんな感じ。ちょっと今度前の方撮影させてください。かっこいいな。あ、シートベルトは高田さんですね。いや、すっげえな。うわ、めっちゃ分厚いですね。すごい困ります。あー、すごいですね。んこれは 6点、あ、4点です。あ、4点、はい、あ、レカロのこれなんていうバケットシートなんですか。これ RSG です。 RSG、はい、ということだそうです。そしてあの、ワークス君のこのシフトレバー周り、これ純正の形状そのままって感じ。はい、純正の形状に延長してるだけで、はい、自分の手前側に。なるほど、これでね、はい、どうしてもハンドルから何から全部延長させてるんで。ああ、そっか、この延長した分シフトレバーも自分の手元の方に持ってくるのに、こういった工夫で、シフトレバーに一応延長していると。はい、ワークス君のこのシフト、これ純正のマウントですね。そうです、はい、このような構造になっております。はい、もしあのここにね、あの強化カラーを入れたいとか何かしらしたいといった方のために、参考になればと思います。こんな構造をしてます。4箇所で止まってるんですね。はい、まあ分解した時にこういう形になっているということで、作業する前にですね、この動画を見て、イメージしていただいて、そして内装をぶっ放して、ここのカラーを、まあ、強化品にするとかですね、あとこういった部分のグリスアップなんかのも重要ですね。シリコン系のグリスをちょっと
してみたり、こういったところもですね、定期的にメインテナンスをするとシフトフィールがずっと長持ちするといったところなんでしょうね。はい、すみません、整備士目線で見てしまいましたがあ、なるほど、こうやってカーナビシステムをこのアングルを使って制作途中です。あ、制作途中、はい、そうですよね。昔ここは戦闘機のような形になってましたもんね。はい、これなんかサスペンションかなんかのやつ。それはブーストコントロール。ブーストコントローラーですか。すいません、なんかもう勝手なことを言って今オーナーさんからブーストコントローラーですと言われてしまいました。はい、ちょっと運転席側の方をちょっと回って撮ってもいいですか。はい、ちょっとエンジンルームもこれ後ほど、これ後ほどちょっと、はいはい、このボンネット僕も気になるんです。かっこいいですね。はい、あ、すいません、これは、こうすいません、こう読むんですね。よろよろです。はい、ありがとうございます。はい、でこれ何、ハンドルの上げるやつですね。上にカチャンって、あ、乗り降りするときに、はい、カチャンと、あ、すいません、それちょっとどんな感じになるんですか。やだ、これ偽物なんだろう。あ、すいません、ちょっとで、ステアリングをこの位置まで延長したので、はいはい、ウインカーレバーの延長用のバー、これ車検取らないで、これこういうのもこうありますね。はい、はい、こういった感じの、なんかもう僕分かりません。で、今後ここにメーターが来る予定ということで、これも手作りで今加工中と、はい、ありがとうございます。ここにあるスイッチもちょっと聞くのやめときましょう。はい、これワークスってこれ純正なんですか。多分純正だと思います。みんなついてると思います。いや、僕ついてないんです。ついてないです。ついてなかったはずです。これ後ろのやつ、ワークスじゃないで。あ、それね、ついてますよ。え、僕のついてる？僕のはね、僕のは知らない。僕の、あれついてました。それか、ただのこれこれついてました。純正のはみんなついてると思います。そう、あれついてたかな。僕のちょっとすいません、ちょっと事案発生です。ちょっと僕のすいません、ちょっと本当これライブで本当に、え、これつい僕のアルト、僕のアルトってもうアルトアルトって書かれてる。ちなみに僕これ買うときに何もこれオプションの話とか一切せず値段出してもらって、うん、じゃあ買うわっつってその場で現金を置いて帰った車なんで、後からディーラーの人がカーナビとかどうし、こっちでつけといたからっつって、まあ後からもディーラーの方で整備サービスしてもらったようなもんなんで、ああ、そうなんですか。知らなかった。僕のワークスなのに、これじゃない、ただのアルトでした。はい、あ、すいません、ちょっと取り乱してしまいましたが、はい、すげえな。はい、あ、オーナーさんすいません、じゃあ、いや大丈夫です。はい、続きまして、パワーユニットの方を、はい、これも僕過去に1回で、はい、撮影させていただいて、キノコも、あ、綺麗ですね。はい、キノコ綺麗に洗ってる。あ、綺麗に繁殖しております。はい、あ、ウォータースプレーですね。リアワイパーなくなったんで、はい、それを引っ張って、あ、なるほど、ここにシャーッと水をかけてインタークーラーを、まあ、水冷といいますか、水を吹っかけて冷やすと、ランサーエボリューションや、まあ、ついたWRC系の車についているそういった装置が、こうやって創意工夫でつけられております。で、コンピューターが違うんですよね。そうですね、グルーズさんの方でやってもらってるんで。これで何馬力ぐらいでしたかね。90超えって聞いてますけども。90超え、はい、タービンはノーマルなんでしょうか。タービンノーマルで、まあ、こういった ECU をと、あとはインタークーラーで、まあ、エアクリーナープラグはなんか入れられて、8番入れて、8番、え、これ HKS だっけ。あ、入れてますね。はい、HKS のプラグ8番、そしてマフラーを持って90馬力超えと。そうですね。あ、なるほど、ありがとうございます。
これなんですか？クイックワイヤー。あ、これね、はい、これ何の役目があるんですか、このクイックマウスですね。こっちから引っ張ってくる、はい、あとこうかオルタネーターから直接引っ張ってくる。ああ、俺も詳しくわかんないけど、なんかこのこれですね、何かにかましてるんですけど、はい、仕組みはわからないです。へえ、それでこうまたパワーが上がるようなしたね。これは体感しましたね。しました。今ちょっとあの HA36S オーナーの人たちもみんなちょっとクイックワイヤーに、クイックワイヤーにトルクが上がりましたね。トルクが上がる。おね、これリレーなんですか？これリレーでしょうか？これリレーユニットですよね。ミトコンジリレーに見える。これ自作できないですかね？これおいくら万円ぐらいするんですか？これ確か1万9000円ぐらいだと。1万9000円、はい、1万9000円だそうです。アース、これは普通にアース、これはいろんな、これは自分の作ったアースですけども。あ、なるほど。あ、ちゃんとある充電制御を超えた後に、あ、いいですね。僕もやっております。ほほ、なるほど。これ AGS、 あ、すみません、マニュアルです。どうしてもあの、そうですね、もう一度 AGS 乗ったらですね、もう AGS でいいなってもう思ってしまってるところがありまして、これね、いつも僕、あ、これたまに見つけて、あ、これいいなって思いつつも、まだ放置プレイの状態です。あ、プロ、そうか、プロミュー。はい。あ、ブレーキパターン違います。あ、オイルを。あ、ああ、なるほど。すごいダイレクト感もしたんで。ああ。本当ですか。いやいやいや、ということでちょっとあの、もしこれからワークス君を、いじってみたいといった方もにはちょっとこういったクルーズさんの、コンピューター、そしてこれクイックワイヤー、これどこの、これどこでしたかね。ラインアップさんかな。あ、まああのクイックワイヤーで検索していただきますと、あの詳しいことが多分出てくると思いますので、皆さんの方で何か調べてみてください。はい、ということで丸投げのような内容になりましたが、今日ちょっとねパッと見このホイール、ちょっとかっこいいなってこう思いながらも、ついでに車の端々まで見させていただきました。こんなところにアルミテープ、さすがです。室井沙さんの YouTube チャンネル、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。